あ、出た。あっと乗らない。乗らない。頼む。来い来い。くそー、見切られた。もうね、頭痛い。アドレナリンで。出た。乗った。じゃあいつもの肩慣らし、まずは行きますか。ワンバイとかワンモヤリぐらい欲しいな。サドのポテンシャル見たいな。これ今開発中のダイビングペンシルです。で、浮力調節とかまだできてないですけど、アクションの方向性はなんとなく決まってる状態で、ここから煮詰めていくところです。このルアーに関しては、まあ、あんまり派手すぎないアクションが良くて、シルエットも割と細め で軽い引き抵抗でロール強めで、割と静かにはアプローチできるし、強く引けば泡を引き込んで引いてこれるようなのを作ろうと頑張っています。まあ、エリアとか時期問わずに使いやすいのが欲しいですね。その餌のサイズとか季節によって魚が好むアクションとかも変わってくるんですけど、それもアングラーの引き方一つでちょっと調節幅が広い、汎用性の高いルアー、そういうのが欲しくて作ってます。で、あんまりサイズを大きくしちゃうと、そこら辺の汎用性がちょっと低くなっちゃうんで、サイズは誰もが使いやすい、まあ、18センチから20センチの間ぐらいで考えてますね。あとはこう投げた時の飛行姿勢の良さ、飛行姿勢がいいってことはいろんな状況で投げやすいですよね。横風食らってたりとか向かい風とかでも、まあ、ある程度はルアーを飛ばせて釣りを成立させることができるようなルアーですね。まだ時間かかりそうですけどね。今ちょうど作ってるから、いろんなウェイトパターンのがあるからいいですよね。すぐ試せて、いろいろ。なんか動いてる気がするけど、潮が引いてるというよりもこのうねりで海が動いてるって感じなのかな。流れ自体はやっぱりなんか弱い気がしますね。動きがちっちゃいかな。ここ木下さん、ちょっと背中をライン落として、はい、でこっちに持ってくるっていうので、でもうちょいここ落とす。はい、そこのイメージでここの頂点の山ちょっと落として見えます。あのなんか重り張ればいいんですよね。端っこだけ押さえて、いい
いいと思う。いいんじゃないでしょうか。ここでいいですか。おお。めっちゃいい。出た。あっと乗らない。乗らない。来い。頼む頼む頼む。来い来い。くそ、見切られた。お出た。あっと乗らない。乗らない。頼む頼む頼む。来い来い。見切られた。チェースまでは行ったけど、もうね、頭痛い、アドレナリンで。今チューニング中で、ちょっと映像が下がってて、動きはいいけど空気とか音とかのあれがないから、お尻のフックをトレブルからシングルに変えて、もうちょっとお尻上げてみようかなって思ってた矢先。あれで食ってくれたらよかったですけどね。追っかけてきて食わないから、やっぱもうちょっとバタバタさせた方がいいのかも。釣れんじゃねえのこれ。普通になんか釣れそうやな。おお、ほらなんか跳ねてる。出た。乗った。よいしょ。これやばいんじゃない、角度。すれ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 。よいしょ。滑るなこれ、怖いな。ちっちゃいけど苦しい一匹。イエーイ。ひろまさん、嬉しい一匹だこれは。いやー、やった。厳しい戦いでしたけど、全然魚心がなくてよかったです。ありがとうございます。アクション出しが終わってちゃんと釣れたのも良かったですね。
よいしょ、ありがとうよ。可愛い子だけど。逃がします。いける。嬉しい。あ、三段に合わせた飛び用にこうついてるでっかいヒラマサを狙いに来たんですけど、肝心の飛び用がいなくてなかなか苦戦してたんですよね。で今回佐渡に来たんですけど、飛び用の三段に合わせて、木に寄ってきたところを、大型のヒラマサがそれを荒食いするということを聞いてたの で、その光景がなんかすごい、すごいみたい で、それを釣りたかったんですけど、なんかいつ入ってもおかしくない、いつ飛び用が入ってもおかしくない状況なんですけど、入らず今回はだからそのパターンは不発でした。その代わり飛び用が絡まない釣りをやろうとしたんですけど、なかなか、難しかったですね。というのも、普段潮の流れとかに合わせて釣りを組み立てることが多いんですけど、なんか今回日本海側初めて来たんですけど、なかなかその緩慢さも少ないしメリハリのある潮じゃないんで、ちょっと分かりづらかったですね。でもなんかその中でも結構地元の方とか釣られてたりとかして、そういう話を聞きながら釣りをすることができたので、自分の中での引き出しは増えたかなっていうのはあります。で、あとはもう一つなんですけど、今新しいルアーを台場で作ってまして、テストも兼ねてですね、今回来てたんですけど、3つ目のプロトですね。これがいろいろ試行錯誤しながらウェイトを足してみたりフックセッティング変えてみたりいろいろしていい感じのができまして、でそれでもなんとか1本取れたので、それはすごく嬉しかったですね。釣れたサイズは可愛いサイズだったんですけど、もう本当にサイズ関係なくて本当に嬉しかったりしてですね、でこれからもうどんどんブラッシュアップしていっていいルアーを作りたいと思います。次回はもうちょっとエキサイティングな釣りができたらいいなと思います。お疲れ様でした。